あれ、お客さんかな。はーい。気のせいだったのかな。確かに聞こえたと思うんだけど。誰もいない。やっぱり気のせいだったのかな。なんだろうこの紙、何か書いてあるけど。予告状、本日正午あなたに素敵なものをお見せしよう。町の入り口にある橋の中央まで来られたし、孤高の天才科学者プロフェッサー M。 絶対正体隠す気ないよね、マークさん。なんだってこんな回りくどいこと。どうしよう、あんまり行きたくないけど、いざとなったら止めなきゃいけないかもだし。結局来ちゃった。いやあ、ようこそ。歓迎するよ。今回のショーは君の協力なくしては完成しなかったからね。ああ、ところで、なんで予告状とか回りくどい呼び方したんですか？お嬢さんには天の弱なところがあるだろう。素直に呼びに行ったら断る素振りを見せるんじゃないかと思って一計を案じたんだ。そしたらほら、予想通りちゃんと来てくれた。それってまんまと乗せられたってこと？まあまあいいじゃないか。お嬢さんにはどうしても見てほしかったんだよ。うん。おい、いつまで待たせるんだよ。早く見せて見せて。にゃお。おっと、他の観客は待ちきれないようだね。それでは、長らくお待たせしました。それではお見せしましょう。異能の天才科学者プロフェッサーマクブライン、一世一代の大発明をスイッチオン。わ、何、地震？キョロキョロしない、世紀の一瞬を見逃すよ。やっぱりものすごく嫌な予感。いでよ、究極ロボットマクベリオン。うん、どうだい、驚いたかい？驚きますよ。本当に巨大ロボットなんで街の中で作っちゃったんですか？知らないのかい？巨大ロボットを格納しておくのは水の下だと古来から決まっているんだよ。そんな決まり聞いたことないです。何をそんなに怒っているのかな。子供たちは大喜びじゃないか。ほら、うわー、すげー、でっけー。確かに喜んでますけど、でもこんなの絶対怒られますって。やれやれ、先のことに怯えて目先の感動を失うなんて悲しいことだ。現代人の心はここまで荒んでしまったというのか。わけわかんないこと言ってないで早くしまわないと。こら、何の騒ぎ。おお、何よこれ。あんたの仕業なの？なんてバカなこと。早くなんとかしなさい。私じゃないです、マークさんが。あれ、マークさん？兄ちゃんならどっか行ったよ。ピューって走ってったよ、すごく早かった。そんないくらロロナの弟子でもさすがに笑って済ませられないわね。さあこっちいらっしゃい。違う、違うんです。本当
すごく怒られた。なんで私が。マークさんはいないし、ロボットも気づいたらいなくなってるし。やあ、遅いお帰りで。その様子だとこってり絞られたみたいだね。ふぅ、マークさん、ひどいですよ。私を置いてどっか行っちゃって。いやー、すまない。急遽休養ができてしまってんで。なんせ僕くらいになると休養の一つや二つ作り出すのは造作もないことだし。もう休養じゃ仕方ない。あれ、なんか変なこと言ってるような。気にしては負けだよ。お嬢さんが時間を稼いでくれたおかげで、出撃だけでなく格納の実験も無事に済んだ。感謝するよ。はあ、どういたしまして。で、いいのかな。ただ、見てもらった通り、こいつを呼び出すのは結構な手間でね。あんまり気軽に使うことはできないんだ。まあ、その分いざという時は期待してくれていいよ。それじゃ、今日はこれで。なんか、怒るタイミングを逃しちゃった気がする。きっとあれを呼び出すたびにクーデリアさんに怒られるんだろうな。